Hey du, schön, dass du dabei bist. Ich bin Lasse. Wir sind zurück bei Stranger of Paradise. Es geht jetzt nach Cornelia zurück. Cornelia. このどんよりした空気は空模様のせいじゃないな。私たちはカオスを倒してクリスタルを解放したわ。風、火、土、水。いい気分で帰ってきたらこれは何？言いたいことがあるなら言いなさい。ルカーンの予言によれば光の戦士は4人、あんたたちは5人だ。つまり偽物が混じっている。カオスのテストラという意見もある。誰が言ってるの？あなた。Ja. あなたなの？ Irgendwas ist nicht in Ordnung. そこのあなた。こんなに闇を身近に感じたことはない。一体何をしてくれたんだ？ねぎらわれたいな。お城へ行こう。王様と大臣にはその義務がある。ブンブルブンブンバンボンボンバラボン。ふん。Oh, das ist wieder der breite Brad Pitt. D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 er breite Brad. おそらくこれが世界の本来の姿。慣れる必要はあると思いますがね。城下ではお前たちはカオスの手下だという噂まで流れている。あまりにも無礼ではありませんか？大臣、無礼です。コーネリアの歴史は長きにわたって混沌の闇と共にありました。それが当たり前の時代が長く続いたのです。クリスタルが輝きを取り戻したからといって大昔の栄華を極めたコーネリアに戻るには長い時間がかかるでしょう。セーラ、変化の時が長く続くのだと思います。その中で希望を語り、民たちの不安を和らげることこそが王家の役目ではないでしょうか。大変です。プラボカの海賊どもが現れ、町で暴れています。なんと、とはいえ海賊はそう大勢ではないだろう。早く捕らえよ。いや、討伐せよ。魔物です。魔物が町に入っています。は。城下は混沌としています。混沌。城門を取りよ。城の守りを固めよ。は。Genau, wir gehen jetzt die Monster besiegen in der Stadt. Und die Piraten vielleicht?
Super. Kein Ding, Prinzessin. Das ist mein Job als Held. Als Held. Bam, 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 bam. Digga. Der Pisco Demon, ey. Du Stinker. Das ist noch mal nicht.
ってる姿見ても誰も褒めてくれないんだろうね。むしろこの騒ぎ俺たちのせいにされてるだろうね。ほんと魔物と同じくらい人も闇を抱えてそうね。ビッケ船長。ビッケ。私はなくなった。心の中は不安、苛立ち、怒り、そこに闇が食いつきやがった。あっという間に。俺はよ、何もしてやれなかったぜ。おっぴぎ。不甲斐ねえ。何が船長だ。元気出しなよ。笑わせるな。もう死ぬぜ、俺は。わざわざ殺されに来たのか。違う、あんたたちに会いに来た。この状況アストスなら何とかできると思って探してみたが見つかりやしねえ。あんたたちも探してくれ。アストス、あいつは俺の見たところ長いことカオスと戦っている。アストスはカオスと取引をした。お前はそう言っていた。そうとしか思えない時もある。怒り、憎しみ、胸の中のどうしようもない闇、時々あいつから漏れ出していた。その時は混沌の闇と同じ気配がしたもんだ。には役立たずらしい。あいつがどっちの側なのか正直わからん。お前の目で確かめてくれ。どこへ行けばいい？アストスはどこだ？こう思いの俺、アストスの手下みたいなもん。
Der BG. Der BG. Das war's mit dem BG. Genau. Das hat ja nicht geklappt mit dem Wegmachen. Das hat ja nicht so gut geklappt hier. Path of the Liberator. So, Battle Settings. Wir wollen... Zweiter Job wollen wir Sage sein. Und beim ersten Job sollen wir irgendwas Cooles sein. Paladin. Und dann würde ich sagen, hier machen wir ein Päuschen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Stranger of Paradise. Und so. Bis dann.